Your Heartful Station. Your Heartful Station. Yeah. Fukushima FM. Talk and More.この時間はこのお二方にスタジオにお越しいただきました。まずはミュージシャンの方、岩船博樹です。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。そして須賀川市にある会社で有限会社水野製作所の代表取締役、水野和彦さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、水野です。水野さんはどういうお仕事をされてるんですか？弱電関係の部品の製造をメインにやっております、あと、まあ、いろいろインターネット関係のパソコンの仕事とか、あと最近ちょっとライブ音響を、ここでつながってきました、ライブ音響、はいはい、ライブ音響でいわゆるスタジオでスタッフとしてということなんですか？もうやってますし、あと、ちょっとした機材は自分で、少し持って、でやはり若手のシンガーソングライター、こういろんなところでライブやる場合に、やっぱ音響を本当のプロに頼むと、結構いい金額かかっちゃうんで、ちょっと声小さめにお願いしていいですか？すいません。いや大丈夫なんですけど、はい、で岩船さんはご出身どちらでしたっけ？はい、僕は埼玉の浦和が出身ですね。埼玉の浦和で、でいただいたデータによりますと、よく県内にお越しになるんですよね？もう福島の須賀川もほぼ毎月、ほぼというか毎月来ていますね。なんでそんなに来てくれるんですか？楽しいんですよ。楽しい。具体的には福島の方とか、福島のいわきにも毎月行ってるんですけど、はい、なんていうんですかね、こう、埼玉っていう地域にはない人間性の持ち主の方たちばかりなんです。出会える方たちが、どういうこと？面白いことを、はい、もっと人と一緒にやりたいっていう人とか、こう自分たちの街がこう好きだからこそ、いろんな人とのその好きをもっとなんかシェアしたいっていう、なんかそういう気持ちの持ち主の方がやっぱたくさんいらっしゃって、でも埼玉ってなんかその気持ちを持ってたとしても、やっぱ自分の中で閉じ込めがちなんですよ、実は。でそういうものをなんかこう後々僕は埼玉で自分でもなんかこう広げていきたいなと思うんですけど、そういう方たちと出会えることが僕にとってもなんかすごい勉強になるんですよね。これね、でも岩倉さん、出会った人が良かったと思う。それ多分そうなんですよね。そうなんです。で出会った人が良かったなの一番最初に来るのが水野さんなんでしょ？そうです。はい、水野さんとこの岩倉さんの出会いのきっかけって何だったんですか？私の娘の大学時代の先輩ということで、で先も話したようにちょっとライブのお手伝いしてた時に、娘が私の先輩に、やっぱ岩船君がいるよっていう、歌う人がいるのよ、お父さんちょっと聞いてみてよと、で聞いてみた、それはお皿いわゆる CD で聞いたんですか？いや埼玉の、インストアの、ライブにたまたまちょっと埼玉に用事があったんで、はい、聞きに行って、ありがとうございます。最初は私の印象はね、そこそこ、歌のうまいお兄ちゃんだなと思うんですけども、大胆なご意見ですが、正直言っちゃいます、はい、でただ何回か聞いてるうちに、やっぱ詩が結構いいんだなっていう、で一緒にやっぱカナエと言ってたもんですから、カナエはもう最初から、なんか結構いい詩書いてるよねっていう話で、須賀川のライブハウスにも一回歌いに来ないっていう声をかけて、ですぐもう来始まったらば、さっきひろき君言ったように、もう毎月来るようになってしまったという、そうなんですか。この詩の世界にはまったんですか？そうですね、もうにもという感じでしょうね、はい、どういう詩を書くんですか、オーディエンス側から言うと。これ聞きたいですね、確かに。でファンの方々見てても、女性の方が多いんですけど、岩船君の歌を聴きながら泣いてる人もいる、人もがちらほらといるんですよね。やはりなんかこう心を癒す部分があるのかなっていう、正直言って私自身あんまりそこまでは何とも分かんないんですけど、分かんなかったけれども、でも聴いてるうちに、なんか知んないこと惹かれるものがあって、でいろいろ応援しようという気持ちになったわけですよね。そうですね、あと人間的にもすごいこう、いいやつなんで、でやはり埼玉出身なんだけど、こう福島に来て、その、我々のイベントを盛り上げようという気持ちで、いろいろ無茶ぶりにも、対応してくれたりするんで、これ岩船さんすげえ嬉しくないですか？いや恥ずかしいです、笑顔もいいですねまたね。いや、そうですか。水野さんの娘さんはどういうくくりなんでしたっけ、改めて。
僕がその通っていた国立の埼玉大学っていう大学の教育学部 の、はい、あのいくつもあるその教科専修とか、うんうん、いろんなこう分野がある中のコラボレーション教育専修ってすごいマイナーな専修だったんですよ、はい、もう一学年に15人ぐらいしかいない中 で、でその専修 の、 あの、まあ、後輩だったんですよね、その水野さんの娘さんが、うん、後輩だったんだ、はい、か出会いと縁でできてるわけですよね、人生っていうのは。いやもうつながってだからこそなんですね、やっぱりこれだって、はい、こういうケースって稀ですよね、なかなかないと思いますね、稀ですよね、稀ですし、じゃ収録で岩倉さんじゃ番組に来てくださいよってお話をして、はい、遊びに来てくれて、たまたま水野さんもいらして水野さんと話してる時にじゃあ水野さんも出ませんかって言って急に出ちゃうっていうのも非常にレアな感じですよね、はい、いやめちゃくちゃいい、でもこれがなんか、その福島のいいところだと思うんですよね。一曲いきますか、曲紹介お願いします、はい、6月の28日に、発売になった岩船弘樹の音源です、存在証明色という歌を聴いてください。また会いたいあの色と、もう会えないあの色と、どれも君を作る存在証明書。今お送りしている曲は岩船弘樹で存在証明書、はいはい、これからのいろんなつながりの始まりを、はい、この岩船さんの曲で感じていただきたいですし、はい、という意味でリスナーの皆さんにもメッセージをお願いします、はい、まあ、音楽っていう窓口から縁が広がっていって、でもそこの音楽だけでつながるっていうよりはやっぱそこで語る言葉がたくさんやっぱりあったりとかして、それはライブの最中なのか、それはライブの後なのか前なのかは分からないんですけど、でもやっぱりその僕らがつながってるのは言葉なんですよね。その時にどんな言葉をこう交わし合ったとか、その時にどんな表情をしてたのか、でそういうところのあのやっぱ僕はつながりをすごく大事にしたいなと思うし、そこからのなんかもっと元気、人が元気になるエネルギー源がそこに詰まってるはずなんで、もっともっと、いい歌を、書いていきたいですし、もっとこの福島須賀川でも、届けていけたらなと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。岩船さんの細かい情報などについて、はい、活動などについてはあとホームページがありますので、はい、岩船弘樹で、検索していただくと、はい、すぐに出てきます。岩船の岩は岩石の岩ですね、はい、船は、船ですね、あの、はい、八と口が右側につく船で、弘樹はひらがなです、はい、でぜひ検索をしてみてください、はい、この時間ですが歌う書家岩船弘樹さん、そして水野和彦さんにもお越しいただきましてお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんだよ未来に目がくらんで逃げ出したくなって心が傾いて震えたその胸をどうか逃がさないで、やっと揺れた感情は君が生きてるという証明、迷ってばかりの道のりがここに僕らを導いた、暗くて淀んだ現在地ただ一つ灯した証明、君が生きてることそれだけで眩しいんだよ、青や紫水色の悲しい過去の色は消えないけれど、オレンジ桃色の喜びの色も消えやしない、そんな僕ら空から見たら驚くほどに鮮やかだ、地上に光る虹色の僕ら輝き放て存在証明色、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 存在証明色。
トークアンドモア。